始まりをしたてデスクトップ音声どこや？ユージのデスクトップ音声どこや？はいはい、OK。はい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 。入りましたで。はいはい、OK。入りましたで。入ったね。入ってんで。はい、OK。BGM 入ってないわ。BGM 入れてないよ。入ってんで。BGM ところちゃうやろ。正直、おはようございます。私も正直寝ておりました。おはようございます。おはようございます。いやー、やらかしましたな。やらかしました。ほんまもの、俺1回目、ユージ2回目ということで。いや、2人揃ってやらかすことは、まあないもんな。多分なかなかないね。俺もね、まさかね、こんな寝ると思わなかったな。起きて5分でラジオはやばいな。起きて5分でパソコン起動させて、全部用意するの大変やで。なかなか大変やったで。パソコンは起動させてたんだ。いや、パソコンも起動させてなかったよ。マジで。ほっと部屋真っ暗と。タイトルジングルとか言うテンションないわ。お前や。おはようございます。おはようございます。どうも、番犬です。平川雄二と番犬の今夜は、今夜はいかが、おつや、おつや、チーンがない、ごめんね。はい、チーンがないですよ。毎週土曜日21時から始まる、21時でね、うん、始まる2人のラジオ、今日はでしたが、いかがお過ごしですか。21時で始まる予定でしたが、今回22時5分から始めさせていただいております。もう大変申し訳ないです。もう大変大変。いやー、やったね。正直誰か起こしてくれるとちょっと思ってました。期待しちゃった。俺らやっぱコンビ YouTuber やから、どっちか起きてるかなと思ったら、どっちも寝てるっていうパターン。やばい、ほんとに寝てたね。やばい、マジで寝てた。もう光が出てしもうた。光が眩しくて目が赤いもん今。俺あれなんや、電気の光よりもパソコンの光の方が明るくなってるもんだからさ、もうチカチカしてんのよ、ほんとに。光って言ってると、24時間の方に光ちゃんが遊びに来てくれてるって。あ、本当だ本当だ。いやね、寝起きですからな。そうなっちゃうわ。いや、本当誠に申し訳ない。本当に寝てしもうた。申し訳ない気持ちでいっぱいでございます。あんまにやっちまったや。いやね、もうね、冬は困難なんですよ俺。冬弱いね。と毎回言ってるんですけど、冬困難なんですよ俺。もう冬はね、なんか眠くてね。なんかテンションが上がらんというかね。ああ、申し訳ないっていうか、まあガチリスナーさんたち誰か起こしてくれるかなと思って、誰一人起こさないんですけど。いやーね、みんなね、こういうのを待ち望んどるかもしれへん。なるほどな、なるほどな。いやー、いやー申し訳ないです。やってしもたわ。まあね、かといってね、やべえ、9時にやらなあかんのに10時になってしまった、早つけなよってつけた割には喋ることそんなないっていう。そうね、まあそんなこんなでもう11月になりますよ。まあそうですよ、11月になって、しかもゆうじさんのとこね、時間の方も、そうっすね、まあおかげさまで、ね、言うの忘れてましたが、ラジオの方ではちょっと改めてなんですけど、そうなんですよ、まあ、一応配信時間がね、まあ、3165時間突破して日本一になったということで、おかげさまで皆さん、毎週毎週言ってましたギャー。そう、言ってましたギャー。いやそんな名古屋弁の使い方せえへんな。はい、おかげさまで、配信時間が、なんと、一応非公式ではございますが、YouTube ライブ日本一になりました。日本一の男ということでね。ありがたいことです。はい。いや、本当ありがたいことでございます。はい、やっと BGM つけたよ。はい。皆さんのおかげでね、まあ、約半年か、まあ、一応配信途切れたのを合わせて半年間やってたんですけど、はい。あ、まあ、4000時間以上ね、本当ね、まあ、やってきたんですけど、まあ、一応皆様のね、ご支援をね、賜りまして、なんとか生きてこれました。はい。
ありがとうございます、うん、途中やべえやべえ言ってたしってこと時もあったしね。そうね、ほんまに言ったんやけど、まあなんとかね、まあ行けましたんでね、それは良かったな。ちょっと肩の荷が降りたっていうの実はちょっとあるんですけど、まあ、肩の荷降りて寝ちまったっていうのは多分あるだろうし、ね、ちょっとあるんですけど、うん、まあ、俺は何もなくただ寝てたっていうだけなんだけど、そうなんですよね申し訳ない、まあ、一応ね365日配信するっていう、うん、一応配信のタイトルでもあるんで、一応やれる限りね、まあ、私の体力とパソコンの体力がね、持つ限りはちょっとやっていこうかなと思ってますんで、はい、よろしくお願いしますということでね、はいはい、ありがとうございました。今週あったこと言うたら他ないやろな。ないな今週だって俺の場合行く予定もないし、今日墓参り行ってきたっていうぐらいやし、あとないな。おお頼むで、頼むで、お前、あの言葉借りさせてもらうけど、お前初心者かお前は事故やな今日は。もうひどいぞ。あ、今日はめちゃめちゃ事故やな。おい初心者おるぞ。ほんでね、ほんでね、ほんでで何やったっけ、なんかあった、マジ素人やばい、脳がやばい、脳働いてないんだ、おもろいな、こういう時のエイジおもろいな。ほんでだ、ほんでな、ほんでな、来月の、何やねん、だから来月は何やねん、来月だって言われても分からへんねん。来月の頭からね、頭、はい、ダイエット企画をやろうと思ってまして、ね、そんなこと言ってたね。うん、タバコ吸っとるからちゃうか。いや違う。でダイエット企画を始めようと思いまして、私あの体重計を今日買いました。おう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 おお。はい。ええやつ。せき込むときせめてちょっと音量下げるとかせえへんのかい。しやありのままの姿をさらけ出す、ありのままの姿をさらけ出す、言えてへん。いや、いいやつじゃないんやけど、うん、あのあれかな、あの体脂肪とか見れるやつじゃない、そういうのじゃない。ちょ待ってな、今すげえやつこれが。ちょ待ってな、ちょ待ってな、ちょ待ってな、そんなシュラな顔する？くしゃみかわしてる、ちょっと待ってな、そんなシュラな顔する？ちょっと待ってな、くしゃみが、あのね、鼻の下、あの鼻と口の間のところね、こう指でパッて押さえるとね、咳出てこんらしいで、咳じゃない、くしゃみや、くしゃみ出てこんらしいで出てこんらしいで、だもう化け物や、化け物、怖いわ。でね、ほらやって、それでね、体重計を買ったんでね、毎日あの体重をさらして、で毎日みんなにいいねとリツイートもらった回数の、うん、あの筋トレをしていこうかなっていう企画をやろうと思ってますんで、おいおい、ちょっとまた一風変わったちょっとダイエット企画をね、やっていこうかなと思ってますんで、ダイエット皆さん私を痩せさせていただけたらね、おう、うん、あのいいかなと思ってますんでね。ほんで、ダイエットや言うてんのに、あのまた支援物資来たりするんやな。それはちょっとどうかな、それは何とも言えへんけど、まあ、そういう背脂とかあのそういう楽しみ方もあるかもしれんな。なんとか太らそう言って、そうね、ちょっとやっていこうかなと思ってますんで、皆さんね、今後ともお付き合いいただけたらと思いますので、はいはいはい、よろしくお願いしますということで、お願いしますということで、あとはね、ちょっとやっぱね、チャンネル登録者数やっぱ伸ばしていきたいなと思って、私ちょっといろいろね今考えているんですけど、おう、うん、やっぱりちょっと動画作らなあかんなっていうところでね、おうおう、今の環境下ではなかなかね、ちょっとやっぱ動画撮るの難しいなっていうところでね、おう、あのまあちょっと先の話になるんですけど、うん、私ちょっとね今東京、まあ関東の方に今住んでるんですけど、うん、やっぱりまあ誰とグユージ TV としてやっぱりね、裏方番系と2人で活動してるってところで、やっぱ活動のねちょっと範囲とか、ちょっと動画の面白さとかはやっぱりこう追求していくと、やっぱりちょっと1人で撮影するのはやっぱ厳しいっていうことでね、うん、
まあ、私、まあ、男一人で今過ごしてますんでね、うん、仕事の方をねちょっとね、愛知県の方でちょっと仕事したいなってちょっと思いまして、愛知の方行こうかなとちょっと思ってます今。あら、うん、もう愛知に住んだことないんですけどね僕実は。ないね。うん、だってなんかね愛知の方にまあ転勤もしようかなってちょっと思ったりもしてるんで、ちょっとまあ現実的に叶うかどうかは分かんないんですけど。転勤できるの？あの職場で。できます。できます。できるの？できますんで、ちょっとまあそういう流れも来年からちょっとしていきたいなと思ってますんで。転勤ってちなみに言うと転勤ってどこになるの？愛知県の。いや、いっぱいあるよ愛知県。あ、そんなにあるの？転勤先って。あるある。へえ、そうなんや。そうそう。まあまあそれはね、まあできたらなんですけど、ちょっと一応希望を出していこうかなと思ってますんで。なるほど。まあできなかったにしろちょっと私ちょっと乗り込んでいこうかなと思ってますんで。ほう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 。そういうことも春日井に住んでやろうかなって思って。うわあ。もう別に春日井混んでもええで別に。春日井よりも小牧の方が楽やで。はっきり言って。あ、そう。うん。もしくは名古屋の方がええかもしれん。まあ名古屋って多分仕事ないと思うわ、あの近辺では工場やから。ちょっと田舎の方も行かんとちょっとないから。あ、だったら小牧やな。うん、うん、そう、その辺りに なるかもしれないですね。うん、そうですね、ちょっと思ってます。なるほど。まあ、愛知県なり大阪なり、まあ、その辺に行こうかなってちょっと思ってますんで。あ、大阪も言ってたね。うん、ちょっと考えておりますんでね、うん、まあ、ちょっともう関東の方には悲しいニュースではあるんですけど、ちょっと移動しようかなと思っておる所存でございます。なるほど。うん、やっぱね、このせっかく大きくなってきたね、あのチャンネルなんで、やっぱこう活動ちょっとしていきたいなっていう気持ちが今ある。まあ今生きてて一番あるので。はいはいはい。まあね、楽しい方を楽しい方に行く人間ではありますのでね、うん、ちょっとそういう風にしていこうかなと思っております。あ、まあ、最近の心情ですね。そうですね、そんな感じでございますわ。あ、まあね、寝坊しましたけど。そうね、そうなのかね。でも外ロケとかもできるようになるもんね。まあまあまあ、いけるはいけるわな。ね、料理動画撮れたりとかね、うん、まあ、動画のクオリティはちょっと上がるかなっていうところでね。うんうん、そうね。まあ関東近辺の人もそうやけど、まあ、関西の方の人とやっぱりこうさ、あのオフ会したりとかって結構乏しくやってるからさ、うん、そういうのもちょっとまた楽しみではあるんやけどね。そうだね。うん、そっちにいる方のにね、うん、まあね、まあちょっと話すと、実はこの誰得ユーズ TV をする前も実はチャンネルがありまして、まあ、ほとんど活動してなかったんですけど、ね、まあ、そのメンバーの一人が、うん、まあ、今その子も愛知県に住んでるんですよ。そうそうそう。でその子ももしかしたら今後ちょっとレギュラー的に出てくる可能性があるということでね。まあ、ちょっとそうなるとまたサンバがトリオになってしまうんで、ちょっと面白いことにもなるかなっていうのもちょっと考えてるんですけど。懐かしいね。そうなんですよね。まあ僕も、まあ、僕自身関東が嫌いっていうわけではないので、うん、まあ、またなんか、ね、目的とかなんかあれ、なんかそういうのがあれば、まあ、また戻ってくることもあるんじゃないかなと思ってるんですけど、一旦ねちょっとそっちの方に行ってもいいかなっていうね。なるほど。とも考えております。はいはい。まあそんなとこかな、話すとこで言うと。まあ最近の心情と今後の、なるほど、展望で言うと展望そんな感じかね。おなんでね、関東愛知東海地方の人たちとはちょっと絡んでいきたいなっていうのはねあるんですけど。なるほど。東海地方でどんだけ読むんや。東海地方ってうちのリスナー結構少ないちゃうから。なかなか少ないよな。うんうん、一番攻めれてないエリアではあるかもしれんな。あ、北陸の方が攻めれてないんじゃん、うん、北陸攻めるなんか日本勝ち込みたいみたいな、なんか日本勝ち込みみたいみたいな、なんかあれになってるけど、うん、まあ勝ち込んでいきたいところではありますからね、やっていきたいと思います。なるほど。はい。あ、最近ね、はい、スプラトゥーンにハマってましてね。あ、なんかあれだね、最初なんか周りが、もう先にやり始めてるからもう波に乗れんからもうやらんとこかなみたいなこと言うてた割にはもうがっつりやっとるね。しゃあないやん。ランクまでやっとるやん。
ショウナみんな、ショウナみんなやってんねんからさ。ショウナ、ショウナ、ねえ、ショウナ2回言わんでもええわ。そうなんですよね。がっつり、俺なんかランク回してるし、俺全然ランク回してねえ俺。だってしゃあないや、そんなん夜やってたらみんなやろうやろうっつって集まってくんねんからさ、やるしかないやん。ああ、ようやっとるやん、ようやっとるやんけ。A プラスになりました。おありがとう、ありがとうございます。俺まだ B プラスやからな。全然やってん、ありました。全然やってん、やらなあかんだ、ほんなら。そうね、うん、あとはやっぱゲーム配信はやっぱツイッチでやりたいな。ほうほう、そうだよな、やっぱパソコンもう一台必要かもしれんな。ほう、せっかくモニター買ったんで。私 S。 主張激しいね。S 級ランクの女がおるな、こういな。おう、うん、そんなこんなでね、ちょっとやっぱりゲーム配信がちょっとやっぱこう YouTube の最近こう勢いがやっぱないというか、うん、うん、なんかゲーム配信といえば Twitch みたいな感じで今ちょっとやっぱシフトにしてるなってい う、 こう時代の流れを最近感じたりとかをしたりとかして、うん、やっぱあんまり YouTube でこうライブね、まあそれこそ俺らみたいなこう弱小チャンネルが、うん、ゲーム配信したところで、うん、こんだけ広告を打ってもやっぱり人が集まらないっていうのは、うん、やっぱそういう流れになってんのかなっていうところで、うん、スイッチとかの配信もしてった方がいいんかなってちょっと思ったりとか言ってたね。してますね。あんまり、うん、アカウントは持ってた、作ってはあるんだけどね。あ、うん、やった方がいいかもしれない。誰とも UTV ツイッチバージョンみたいな感じでやった方がいいかもしれないね。うん、うん、ほとんどの実況者みんなストリーマーとかやっぱりツイッチでやってるから、なんだかんだ言ってるねみんなね。もう YouTube を公開したか。まあツイッチの面白いとことか、まあ見やすいとこ、うん、言うとやっぱカテゴリー別になってんのよ。あ、そうね。もうゲーム配信中ようなやっぱサイトになってるから、うんうんうん、まあ、スプラトゥーンやったらスプラトゥーン、うん、エペックスやったらエペックス、まあ、バロラントやったらバロラント、うん、まあ、今オーバーウォッチが一番人気かな。オーバーウォッチ、あのね、そう、オーバーを、うん、オーバーウォッチがすごいね今、前時 何万人とか、うん、あの闇の深いゲーム、そうそうそう、やっとる人が いて見てる人が、まあ、こんななんかしょうもないトークしてるのに20人30人おったりとか。おすごいよね。失礼やけどね、うん、そうそう、大した話もしたら YouTuber の面白いのにっていう人も結構ね、来場数ついてたりとか、うんうんうん、するんで、やっぱあっちの方がいいんじゃないかなっていうのはちょっとね、うん、やっぱ乗り遅れるとちょっとやばいからね。そうね、うん、なんか熱があるうちにちょっとやいろいろや、うんうん、試作してくるのがちょっとやっぱ大事やから、うん、やっていこうかなってとこなんですけど、そうね、うん、まあ、YouTube ライブっていうのはね、 YouTube はやっぱもう動画やね、やっぱりね、 YouTube はね、もうね、そうなるかな、面白動画とかそういう感じになってくるかな。あとはショート動画が今やっぱ旬やね、やっぱりね。ショートやね、ショートで引っ張ってくるしかないやな。ショートの面白いネタでちょっとバズるみたいな、うんうん、まあ、バズるバズるっていうことはあんま好きじゃないんですけど、うん、でもバズらせんとちょっとなかなかね、もうもっぱらブレイキングダウンの動画が出てくるもんね今ね。何ブレイキングダウンって。格闘のイベントみたいな、朝倉未来主催の格闘イベントみたいな。そうなの、今一番ホットちゃう YouTube で、うん、全然出てこない、全然出てこない、めちゃめちゃ出てくるよ、すごいよ、再生数がすごいわ。へえー、殴りな、やっぱ出てこないな、出てこないよな、だから素人同士の戦いみたいなやつだよ、ね、あ、素人とかセミプロの戦いみたいな、うん、あ、多分俺もそう思うわ。うん、で それミュージが見てるからやな。いや見てるから、いや見てるからじゃない、ほんまにすごいよ今ブレイキングダウンって再生数がすごいよ、うん、もう全然それ関連のな動画でオーディションをやってんのよ、その何か喧嘩自慢とか、いや、はい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 、元ヤクザとか、まあ、元格闘家とか、はい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 、あ、なんかすごいいろんな経歴を持った人たちが集まってくるんだけど、う、癖が強すぎて、そのオーディション番組がもう本番みたいな、煽り合いするんやけど、あのちょっとしたガチンコファイトクラブ的なところやね。そう昔すごかったやん、ガチンコファイトクラブ。あれもすごかったよね。あれのほんまに彷彿させるような勢いがあるんよ、昔で言うとな。はい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 、あれぐらい、ほんまに今あれぐらい勢いあって、
ってそのブレイキングダウンに出た人のチャンネルがすごい伸びんのよ今。へー、そう、いやすごい、あれすごいなっていうところでね、僕もそういうのね、やっぱこう見習っていかな、やっぱこう流行をね、見習っていかなあかんなっていうところでね、出てこへんもんな、そんなん出て、俺出てくるっつったら俺ゲームか料理か音楽しか出てこない。あー、みんな知らへんねんな。今でも料理は出てくるよ、すごい。あー、まあまあいろんなジャンル見るからね、俺料理も見るし格闘も見るしな、スポーツも見るし、それを混合してると絶対出てくるわやっぱり。まあ偏ってる人は出てこへんかもしれんな、ゲームしか見えひんとか、だから声優カテゴリーしか見えひんとか、そういうやったら多分出てこへんかもしれない。俺みたいにこうバラエティーいろんなネタ拾おうと思っていろんな動画見とったらやっぱ出てくるね。ああ、スプラしか出てこない。そうだよな、まあだからそういうね、そこ話題性をちょっとやっぱこうね、やっぱり取ってかんとあかんなっていうところでね、やっていきたいなと思います。こうミーハーしたくないんやけどね。まあでもやっぱこうさ、配信者としてはこうなんか話を振られた時のネタにやっぱ拾うっていうのはやっぱこう勉強は結構大事で、結構勉強してったらやっぱり今それが一番ホットなんじゃないかなっていう。あれやね、なるほどね。そうね、まあそんな感じ。そうか、最近じゃあ格闘系結構見てんねや、ほんなら。いや見てるってわけじゃないけど、昔から見てるけど。結構好きだもんねあんたね。そう、昔から見てるけど今すごいわ、勢いがやばい、再生数ほとんどかっさらってんちゃうかな。まあ分からんけどやな、オーディションの動画とかで600万再生とか作れんで、ね、すごいよ。そんなみんな見たいんや。そう、すごいすごい。いや多分女の人とかも見てるやと思う、その面白いから、そのオーディションが。はい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 、そうそう、わけわからへんオーディションしてんけど。わけわからへん。あ、またくしゃみきた。鼻の下こう指でペッと押せ。ペッペッてペッて、カトちゃんカトちゃんペッて、カトちゃんペッてやる。ああ、ちょっと蚊がいる。まあすごい、もう蚊はもうこれ切り抜かれるぞ。あ、潰した、ちょっと手洗ってくる。なんかやっとるわ。ちなみに俺が最近ショート動画で出てくるのはあのビートボックスがめちゃくちゃ出てきます。ビートボックス世界大会のあのソーソーとか、あ、なんだっけ、ロフとか出てきますわ。素人か。すいません申し訳ないです。すいません、素人TV、 素人 TV でございます。素人やから許してちゃう。そうそうそう、すごいよね、よう出てくるんだ俺んとこ。そうそうな、そうそうそうね、よう出てくる。あの音どうやって出すんやって。そうそう、すごいよな、あの音が。あの音は本当どうやって出すかわからんや。なんかあれやろ、あのアメリカのなんかあれに出た、あれアメリカじゃなかったと思う、あのビートボックスの大会な。アメリカじゃないんか、なんか大会で、うん、そう大会出た。そうそうも見るし、あと ロフっていうあのタッグの2人も見るし、はいはいはい、うん、あれはもう見てて面白いからね。俺そうそう知ってると思わへんね今。え、ああ知ってんねや、そうそう、へえって思った。そうやろ、知っとんね、うん、そういうのを見てるんよねやっぱり。そうおもろいからね、ああいう、まあ、そういうのをいろいろ混合させてさ、結局何ができるかって考えて動画はやっぱ考えんだよ、いろんなネタを考えて、そうそうそう、で見てるとやっぱり今ブレイキングダウンがホットやなっていう話ね。なるほどね、そうそうそう、ダジャレかな、まあね、うん、チャンネルを伸ばすのはちょっと難しいってことですよね。まあそういうことや、いろんな人のやつを見てね、ちょっと研究して自分が何が一番合ってるかっていうのをね、やってかんといかんかなって。まあシンプルもやっぱ強いなと思うよね。シンプル、あのなんか昨日ちょっと話したんやけど、 あのツイッターでずっと同じ食べ物をあげてる人がいるんよ。ほう、何やったっけ、ゆきおさんやったかな、幸せに男でゆきおさんやったかな。ほう、今日はタコさんウインナー定食を食べましたってツイートしかしひん人がおって、ほうでずっとそのタコさんウインナーの写真をあげんのよ、定食のな。ほうご飯と千切りキャベツとタコさんウインナーと味噌汁だけ、まあそうね、の動画を、動画じゃなく画像を延々とつぶやくのよ。今日はタコさんウインナー定食を食べました、今日はタコさんウインナー定食を食べました。でも画像もそのタコさんの切り方とかもほぼ一緒なんよ。ほう、間違い探しみたいになってて、
って箸置きだけ毎回変わってんだよ。あアイチュールなネタで攻めるのもやっぱこう隙間かなっていうのもあるよね。タコさんウィンナー、そうユキオって検索したら出てくるんだよ。ユキオでタコさんウィンナー定食かな食べますみたいな、ずっと出てくるんだよ。ほう、そう、そういうのも面白いなっちゅう、そう、なんかこうやっぱこう隙間を埋めていくっちゅうのがやっぱ大事かなっちゅうね。でしかもそれも本人はめちゃめちゃ狙ってんのよ、もうバズること。あ、ほんまや。ああ本人はね、もう分かっ、もう手に取るように手に取るようにバズるやろうなと思ってやってんのよな。あ、ほんとや、箸置きが違う。そう、箸置き毎回違うね。ああ何、ちょっと待って、かわいいこの箸置き。そうだ、かわいいやろ。え、猫の箸置き欲しい。タコさんウインナーの切り方も絶妙やろ。短すぎない？そう、短い。そう、短い短いけど毎回同じ切り方で出してくるんだよそれ。ああこの猫のやつかわいい。いやでもいつもスルーしちゃうけど見てる、流れてきて見ちゃってんのよ。だから流れちゃってんのよ。うん、ああそうなんよ。すごいな。そうなの、ああいうのも面白いなと思うよな。シュールでいいかなっていうさ。あ、これ健康そうだな、これ。あ、健康そうだな。これは朝一食ったらこれ健康そうやな。そう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 、うん、まあ、なんかバランスいいの、バランスに定評がある食事、昔からね。うん、いいな。一番そそるよな、なんやかんや言うてその定食って。なんだかんだ言ってね。ああ、タコさんウインナー定食って、うん、タコさん自体ね、なかなか食うとなくなるもんな。うん、うん、あれで、ね、あれでやっぱバズるってもう一番楽やん。うん、一番ね、もういつもやってることやからな。そう、一番楽だよあのバズり方が。お金もかからんし。お金も時間もかからんのよあれが。ああいう隙間埋めてく考えも面白いかもしれない。なるほどな。そう、すごい人だな。ばっちゃんもなんかしょうもないことでも思いついたらやってみるのがいいね。何がバズるかわからんからな。あ、しょうもないこと。おう、しょうもないことね。正直しょうもないやん。タコさんウインナー定食食べました。びっくりした、びっくりした。正直俺がしょうもないやんって言われたかと思った今。あ、いえ、それいつもいつもしょう、いつもしょうもないけど。やめろや、やめろや、泣くぞ。でも毎日タコさん食べるのしんどそう、うん、確かにな。あ、多分確かにな、毎日タコさん食うのしんどい。でも朝食やったらいけるくな い朝食やったら全然いけるよ。全然いけるよな、うん、ほんで味噌汁もあってご飯やろ。あ、しかもあれだってさ、写真いつ食べてるかわからんもんな、あげてるけど。そう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 、目玉焼きもあるし、うん、食べれるだけ。3食あったらどっかで食べれるわあれは、うん、うん、秋は来るけどな、うん、食えるか食えへんかで言ったらいけるわ。うん。ちょっと待ってや、ちょっと待ってや。早くスプラトゥーンの歌みたいやろ。ああ、なるほどな、スプラトゥーンの歌みたいな。あれ絶対歌うの。ホットなうちの、まあ、ばあちゃんあれや、好きやんそれ、そういうマットみたいなさ。あれどうやって歌うの。どれ歌うの。わからん、わからん、わからん。そもそもなんて歌ってんの。ファーファーって言ったの。今ね、君が代でも歌おうとした。何が君がやなんかあるやん。ファン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 みたいなのあるやん。あ、君がじゃない、アメリカの国歌か今の。って言わなかった。そうそうそう、あれワンちゃんあげたら絶対伸びるで。あれさ、まず言語を理解しないといかんとこから始めなきゃいけないから、めちゃくちゃ大変やと思うで。あれ、謎の歌詞書きから始まるからな。そう、謎の歌詞書きから始まんで。空耳と違うからな。俺はなんていう歌詞を書いてんやって言い出すんだったもんな。本当や。あれ音源探せばあんのかな、公式サウンドトラックみたいなのあんのかな。ないだろう。あ、でもあるんじゃないの、それ。いや、昔はさ、だってなんだ、シングルとかにカラオケモードってあったかもしれんけど、今だってそういうシングル出さんやん。あ、ちゃあちゃあちゃあ、公式から CD で出すんじゃないの。アルバムでは出してるけど、歌なしはないと思う今。ああ、そういうことな。おうおうおうおお。オケを作らなあかんってことな。そう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 。はい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 。確かにそれは難しいな。かぶせるしかないもんな。そう。
音抜かなあかんの難しい、音を抜くの難しいもんな。スープラの暴言あいうえおね、よく流れてくるあるね、暴言あいうえお、チラッと出てくるね、俺のとこ来るわ。ああね、まあ、うん、最近そういうなんかさ暴言ネタとか面白いよな、あるよな、どんなゲームとかでもさ、うん、せやね、うん、ダイパンしてみたりとかな、閃光のハサウェイかぶせたりとかな、ああるね、うん、まあそういう系よな、うん、まあそういうのしか見てないよな、ぶっちゃけて言うと、その色今の人たちってていうかよく流れてくるからね、それは見ちゃうわな。そうよね、うん、あれのやっぱな、あのナビに乗るしかないもんな、うんうんうん、ショート動画な、だからそんな疾走力のあるものがないっていうね、うん、ああね、ありゃええけど、あれはもうあと音をかぶせるだけだからいけるやろうけど、そうな、なかなかないんだな、得意、得意分野やからな、でもそれは、まあはまあまあ、まあ音だけはっつけるだけやからな、あんな、ああうん、まあ簡単なもんや、簡単なもんやけど、それに見合うものがないから、うん、ああね、そう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 まあ考えてやっていきましょう、その辺は、うん、そうね、うん、ああまあやれることやっていきましょうということでね、ええ、動画作っていきましょうということで、今日はまあとりあえずね30分ぐらい今やったんですけど遅れてしまいませんでしたということでね、そうね、もう1時間の遅れでございますわ、はい、まあ今日もスプラトゥーンやっていこうかなと思ってますんでねあ俺もちょっとランクマーさんとな、さすがにみんな A 行っとんのに俺だけ B っていうのもちょっとうんっていうのがあるんで、うん、そうやね、やっていこうかなと思ってますんで、はい、今後も皆さんよろしくお願いします、よろしくお願いしますということで、はい、今日はこの辺でちょっと締めようかなと思っております、はい、それでは私はもうすぐ飯を食ってまいります、美味しいパスタでも作ろうかな、いやないの、はい、じゃあ皆様また来週土曜日21時に、うん、来れたら来ますあのお会いできたらなと思いますので、コリクに聞きに来ていただけたらなと思います、はい、それでは皆様ありがとうございました、はい、お疲れ様でした、さようなら、お疲れ様でございます、バイバーイ、はい。